ど。さっくんさ、誰かの役職わかる？わからないですね。そうだよね。適当にクルーで打つか誰か。ねえねん。インポスター、ウィザー、カツキ、サクヤ。トビユニー。お、イビリキス最高じゃん。いいね、悪くないだろう。あ、ダメか。サックかい。すごいな。ナイス。本日もボタン係です。サムネ。素晴らしい。ミーティングとしか写真がなかった。はい。こっからはバカが生まれる可能性があると。恐ろしいですね。前回生まれなかったから、今回はなんか生まれそうだな。いっぱいいそうな雰囲気ありますね。そうですね。まあ、程よく一人二人いたら戦いやすいなくらいな気持ち。ポンズ。ポンズアーソニストか。あ、サク、それはまずいね。わあ、いや、あれ早いな。やばいな。エルサの死体をキッチンから展望入ったところで発見です。石油キッチン展望で発見。で、シューネさんと。うん。シューネさんは初手、金庫脇だから、ね、うん、そこから展望まで行ってるから、だから結構後半だと思いますね。逆にシューネさんのキルに関してはテラゾーさんかなが多分無理だと思います。ラウンジでトイレいたんで、はい、エクロールポンズの2人が宿舎前あたりで最後見てるから無理そう、うん、あ、じゃあなるほどね、 OK です。で、僕目線、カゲピとコミュの通路で僕はエンジン側に抜けて、カゲピが武器庫側に抜けてるっていうのを最後見てるから、うん、情報が間違え、待って、俺が武器庫に抜けたの見えてんの？うん、見えてる。あ、そうなんだ。ギリギリ見えてる。なんかコックピットから僕があの絶対に先に出ようと思ってたのは明白なんですけど、うん、ポンズがなんか妙にくっついてきたんでめっちゃアーソニストかなと思って一回コックピットに戻るような動きをしたんですけど、あ、なるほどね。なんかワンフェイク入れてましたね。そう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 入れてたんですけど、なんだろうって思ってうん、でその後武器庫で助け合ってそこからエンジンルーム抜けてメイン側ですね。ポンズさんちょっとね怪しかった動きもしてたんだけど、ネクさんがそれ以上にちょっと怪しい動きしてた。めちゃくちゃ怪しかったよね、わかる。あのネクさんが金庫と宿舎前を3回ぐらい出入りしてて何をしてるんだと思って、僕はあの上とかいろいろ死んでないよなと思って、シューネさんのことをね。一番おもろいじゃん。シューネさん死んでないよなって、なんかもう死んでないよな、シューネさん死んでるの知ってるみたいな、なんか。いやいや死んでないよなと思って金庫室行ったら誰もいないやってて、あのボタンが鳴ったらシューネさんが死んでてあれ金庫室にいるんですか？金庫室にいたんですか？シューネさんって金庫室にいたの？初手ね、あ、最初ね、最初、あ、一番最初か。そうそう、ネクロルはその辺にいます。ネクロルさん最初金庫室スタートなんですか？金庫室スタートです。金庫室スタートでエンジンの配線やってもう一回金庫室戻ってた。そう怪しいじゃん。シューネさんが死んでるんじゃないか。シューネさん殺しに行ってないか。でも俺金庫室最後2でした最後の2はポンズ野郎ナツピョンです。確かに怪しい、確かに怪しいけど殺せないよ。まあ、関わりはしない今回の。まあ一回とりあえずねいや単純にシューネさんがそこからどう待って死体どこだっけ。展望、展望、金庫から展望まで。どうやって行ったのって思ってるけど俺エリキの2は誰かな。1は俺。どうやって行ったの。あと死体、死体わかんないね。まあ、キルしまくってワンチャンどっかで、あー、そんなとこにもあるんですね、鳥かわいいな。へえー、なるほどね。これは左ガンダキルが良さそうだな。いやー今押したって停電。
いや、いいボタン。はい、いいボタン。はい、ボタン。はい、はい、じゃあ俺の話か。停電前に貨物で寺蔵さんとすれ違ってます。うん。はい。で、その後、覚え芸行ったんですけど、全部緑だった。留意そうや。あ、覚え芸行ったのは、現地アーカイブのアドミン見て、ロミジュリのところ1と貨物1ついてたんで、それ合ってると思います。で、その後、バイタル素通りのエレキの、6番に入って、9番に入って終わり。アスタリスク届いたかな、届いたかも。最後エレキにいたっていう人いないの他に。2って言ってましたもんね。うん。マチコはメインホールにいた。死体かインポスターか。死体っぽいですね。インポスターか。よし、じゃあ白証明するぞ。1が出てるのが夏ぴょんぽんずネクロルが宿舎あたり。うん。で、発見の新作発見の昨夜さん。だからもう、うん、いやメインって言ってたよ最初。あ、メイン、あ、まあ、エレキから行ったんだったらまちかちゃんが容疑者だろうし、でしゅうねさんが展望デッキ付近にいるんだったら影丸くんとかが容疑者になるだろうしって感じじゃない、うんうんうん、ただ僕はメインまで行けちゃってるので、その間に誰か通ってたらわからない。あ、ではなくてエンジンメインに行ったっていうルートを誰か見られてないでしょ。あ、それはそうです。コミュ側から行ってたら見てるよねってことですね。そういうことですね、うんうん。で、僕スワップローラーなので、うんうん、このターン証明しますので、釣りたい場合は、僕ローラーした場合は僕後にしてくれればスワッパーをお見せしましょう。なるほど、うん、いや、なるほどね。スワッパーって2回でしたっけ。2回いける、うん、スワッパーはナイス。あ、そう、あの投票と関係ないところするよ。いや、でも今日、今日ローラーするんであれば、いや、するんだったら投票先固めてもらってからじゃないと。うん。え、ローラーするでいっ、どことどこをローラーする気なの。え、俺の視点では待ち影。ああ、待ち影、待ち影、うん、あれゲンテラってどうやってはじくんでしたっけ。ごめんなさい、もう一回聞いていいですか。僕アーカイブで言ってら、あのアドミ見て、で、うん、先絞って、もう時間ないよ。寺蔵さんとすれ違ってるから無理だと思いますって感じです。じゃあ町川さんに入れるよ。町川さんメイン。あー、大丈夫大丈夫。ナイスだから入れて大丈夫。いやー、危な。ナイスだからって何。あ、後で説明します。ナイスゲッサー、ナイスワッパー。あぶねえ、今ナイススワッパーっていう文字探すのにすげえ時間食ったわ。危なかったー。しゃあ、今すげえ迷ったけど、まあナイスアッパーだろ、あれは。あの言い分は。え、これ勝った？え、これ勝った？あ、あ、現実がやってます。あ、どうぞ。え、2キロ落ちてんの。はい、現実説明すると、左の、リアクターを直そうと思っていたら、そこに怪しい動きをしてるネクロールさんとポンズさんが一緒に来て、右が一生治らないなと思って、トゥクトゥクは右にあったので右側行ったら、アーカイブのところでネクロールさんが死んでおり、そこに、影丸くんがいましたっていうのと、秒数的に一人で2キルは無理だと思ってるのでダブルキルだと思っており、夏ピョンテラゾーがミーティングにいるのは僕確認してるので、現地スメスは影丸咲夜の2ローで終わりです。以上。まあ、現地スワンは無理だよ。だってずっと行ったって左にいたもんね。はい、で今あの右直しに行こうと思ったら死体発見って感じです。すいません、さっきあのスナパイさんがめっちゃ釣り誘導、釣り誘導っていうかどっちに入れてって言ってたから、あのマッチカさんとかをクルーの人と変えるマットスワッパーとかもあって怖いなって思ってたけど、スナパイさんが撃たれた以上マッチカさん釣れるなと思って、うん、はい、ください。はい、今回の方にしましょう。まあでも影丸咲夜しかないよね、これ状況。さっくんさ、誰かの役職わかる？
あ、これはそうですね。わからないですね。そうだよね。適当にクルーで打つか誰か。どうしようかな。わかんないですけど、まあ普通にな。クルーで打つしかないんじゃないかな。じゃあまあレポートしに来た現地スクルーで打ってみっか。入れます。はい。あ。よっしゃー。やったー。イエーイ。イエーイ。いや全員クルーだし。すぎるわ。ね、やったー、誰打っても勝ってた。いやもうネクロじゃ絶対マットだと思ったら直す気ないんだもん。いやもうやったぜ、お上手ナイスゲスト。夏コンテナの上に上がっちゃったのがよくなかったね。いやそうっすね。いやてかなんかあのスナパイさんのあの確かにローラーはしたいけどあのバットナイススワッパーが浮かんじゃって怖すぎてもう最後めっちゃ迷っちゃった。あれで入れ替えられたらどうしようと思ってた。ゲッサ強かった。うん、指ゲ強かったですね。指ゲ強いな。うまかった、ね、うまかったあれマジで。うん、右に切れてきたのもよかったね。しかもね。変わらねえ俺ら二人。